社長よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。人に何か自分の思いを伝えたいときっていうのがあるではないですか。例えば社長が仕事で新しい方針をこう考えられて、スタッフさんに会議とかでこう物を伝えるっていう、社長がこれまでずっと長い間そのリーダーとして立ち続けられてきて学ばれた中でですね、人に物を伝えたいときにこのような伝え方をしたら早くみんなが理解をしてくれる方法っていうのはございますか。あります。難しいことを言わないことです。あー、なんとなくわかります。難しい言葉を使わない、難しいことを言わない、単純明快に伝える、まずこれが大事。もう分かりやすい簡単な言葉を使って伝えるってことですね。なんかね、その人を小バカにしてるんじゃなくて、小学生でも分かるような伝え方をする。よくあの世の中を見てると、なんかわけのわからん横文字だとか難しい言葉を使って言う人っているじゃないですか。います。でそれはもういいんですよ。それはどうでも、要は伝わればいいわけですから、はい、ですからちゃんとこれはこういうものなんだよって、プラスチックっていうのはな、こういうものなんだよっていうことが分かるように簡単に伝える。プラスチックはな、石油と水と空気の化合物なんだよって伝えれば、あ、そうですか、これで分かるわけじゃないですか、はい、でそれ以上のことは聞いたって意味がないんですよね。難しいこと聞いた、難しいことを聞いたって理解できない、理解できないからあまり意味がないんです。でそれを、このプラスチックを作るためにはまだいろんなことがあるわけですけども、はい、それを分からせなきゃならない人には分からせなきゃならないレベルの人であって、はい、その人にはそういうレベルで伝えればいい。しかし社員にはプラスチックを作るのは教える必要はないんです。プラスチックというのはな、これとこれとこれが混合してできるんだよ、できるらしいよと、はい、したがってこういった取り扱いをしなきゃいけないんだよ、火にやると燃えるよと、はい、捨てても腐らないよとか、はい、そういう簡単なことを伝えれば、はい、誰だって、あ、そうですか、これは水と石油と空気の化合物だとか、うん、そう聞いたけども、これは燃えるらしい、捨てちゃいかんらしいと、腐らないからっていう、はい、それだけ分かればいいじゃないですか。そのぐらい、そのビジネスであっても難しいことは私たちは何もしてないと思います。なんか学者でないわけですから、はい、簡単なことですから、はい、それだから簡単に、も余計なことは省いても、簡単な数式で伝えてあげる、難しい言葉を使わない、うん、これがまず一番最初にやるべきこと。その伝え方の中で、うん、社長はちょっと理解が足りないなと思われたら、うん、やっぱり違うことに例えて話をします。そうですよね。そうです。で例えっていうのも難しい例えはダメで、家庭だとか自分たちが日頃やることで例えなきゃダメなんです、はい、皆さんが知っていることで例えを作らないといけないってことですよね。そうです。そうです。例えば私はよく話をするんですけども、あなたの家庭で家計簿をつけた時に、はい、お父さんの働きが収入だよね、でこれで経費を、家賃が払うよね、学費を払うよね、こう払うよね、はい、で足りなかったらどうするの、足りなかったらお父さんから借りていく、はい、あるいは自分が残業する、あるいは出すところを少し削っていく、こうしなかったらあなたの家庭成り立たないよね、会社もそうだよね、はい、会社も売り上げがあって、はい、家賃払って給料払って電気代払って、はい、足りなかったらどっか止めなかったらしょうないよね、で止めないんだったら入ってくる給料を増やすしかないよね、はい、っていう例え話をするわけ、はい、あと誰だってわかるじゃないですか。経営論の難しいことを ね、はい、やる必要も何にもないわけ で、うん、理解してもらえればいいんですよね。そうそう、理解してもらえばいいんです、はい、やっぱなんかテレビのなんか指揮者の人が横文字いっぱい使ってこう話してる人って結構いらっしゃるじゃないですか。全然わかんないです、あの見ても。なんか自己満でこのおじさん話してるのかなっていうふうにしか見えない。そうなんです、そうなんです。なのでやっぱりこう分かりやすい言葉で伝えられる人っていうのはやっぱまた見たくもなりますし、聞いてみたくもなる、うんうん、なのでじゃあリーダーとしては伝え方がやっぱり上手じゃないとやっぱり一つのリーダーの資格としては足りないですかね。なるべく早く深く理解してもらった方がいいじゃないですか。です、ね、納得してもらった方が、はい、とかここに、そういうけどどうも違うような気がするなって思うと、はい、なかなかついてこないですから、はい、もうはっきり、あ、そうだと、そうやって分かればその方が早いと思う。あ、分かりました、うんうんうん、はい、あのいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。皆さん本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。